文藝春秋7月号は、小池知事の著書にカイロ大学を首席で卒業と書かれているのは経歴詐称だと指摘しています。これについて小池知事は当時の状況を振り返り、自ら首席で卒業と書いたことを認めました。先生からですね、非常に隕石的だったよというふうにアラビア語で言われたのはよく覚えて、よくっていうか、まあ覚えておりますので、嬉しくそれを書いたということだと思います。カーツ小池由里、お前という女は絶句。首席というのは先生から良い成績だったよと言われたから書くようなものではないのだよ。首席というのは良い成績が嬉しくてそれを書いたというものではない。大学当局が認めて最高点の一人だけに認めて授与するものなのだ。先生が良かったというだけで首席だったら大学が首席だらけになる。プププププ、小池由里、お前は面白い女。小池由里、詐欺師と呼ばれないように気をつけなさい。まあ、無理だけどな。俺って言うけど誰だろうな。名前を言うけど息子かな。助けてあげたい親心。危ない危ない、それは詐欺。出てはいけない、その電話聞いちゃいけない、その話。電話はいつでも留守番電話。必ず確認合言葉。お金は絶対渡さない、送らない。はぁ、のうさぎのうさぎのうさぎ音頭、のうさぎ音頭で詐欺を